はい、たびたびお騒がせしております、セルブ SR でございます。今日は気温が3度もありまして、今なんかね雨降ってますね。雨降ってます。今日は久しぶりに、てか今年初のお出かけですね。まあいつもの買い出しなんですけど、今日はまあいろいろと考えが煮詰まってきちゃってますので、まあ、気分転換も兼ねて買い出しでございます。今日カメラは G9 Pro 2 でレンズが1234だっけ、あのパンケーキの超小型ズームレンズで、行きはこれで、光学手ブレ補正デュアル S2 だけで、歩くとどんな感じかっていうテストを確かやってなかったんで、それをやってます。で帰りは G9 Pro 2の売りであります電子手ブレ補正強で帰ってこようと思ってます。だいたいあのガジェットやってる方のね、買ってよかったランキング2023はほぼオズモポケット3みたいですけど、私とエンタログさんだけがこの G9 Pro 2を1位にしてました。特にエンタログさんはライカのカメラ2台も買ってんのに、それを差し置いて G9 Pro 2が1位ということで、なかなかな変態ぶりを感じますね。私の車、事故った車ですね。まあ、大した故障じゃないんですけど、直さないとちょっとまともにまっすぐ走らないっていうこと で、ただ折りやすく年末年始に入庫しましたんで、まだ正確な見積もりも出てないんですよね。4日からディーラーやるんで、まあ、早ければ4日に見積もりが来るのかなと。で保険が使うべきか使わざるべきかみたいなこと言ってますけど、うん、まあどうなんですかね。まあ、その辺はまた何か動きがあり次第どっかしらでレポートしていきたいと思ってます。でまあこのねホントルミックスのブレ補正はやばいっすよ。オズポケどころの話じゃないっていう。今のところにこの1232とかねつけるとめちゃくちゃ取り回しもいいし、ただ昼間に手持ちしてるとやっぱほんと目立ちますね。これ取るでいいな。例の S5II X のダブルレンズキット中古はまだ売れ残ってます。意外に球数ないんですよね。無印の方もちょこちょこ見てるんですけど、やっぱりあれだけ炎上とかしたんで球数多いかなと思ったんですけどね、ちょうど出たやつも売れちゃったのかもしれないですね。やっぱりだいぶクロップされるんでね、電子手ブレ補正強だとチルトのアングルが結構シビアですね。目を離してると今年の年末年始はですね、車もないんで
完全に缶詰ですね。コンテンツ系もほぼほぼ消費しちゃったんですけど、このまた目の前に広大な沼が広がってますので、まあ、ある意味楽しく過ごしているのかもしれないですね。先日のあの夜会ったキツネですけど、またいましたんで、この辺に居ついてるっぽいですね。この辺でいうとあの石狩海岸の方、あの辺りはすごいキツネが多いんですけど、この辺りは中途半端なんでね、まあ、奥に藻岩山見えますけど、あの辺に行けばある程度いると思います。じゃあ12ミリクロップアリの地鶏ちょっと試してみましょうか。きついね、おっさん的にきついっす。でレンズが相当水かぶっちゃってますね。Vlog ですからね。はい、ということで今回の12ミリ、32ミリかな、車載に抜群にいいという発見をいたしました。小型レンズでの売れ補正比較がてらの Vlog でございました。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。